ことだよ。カオルさん素敵。ああもうわかりましたよ。そうですね、そういうことですね。まあそこにいるスタッフの人も悪い人じゃなさそうだし、富山さんと牛込さんもいるなら大丈夫かな。やった、みんなありがとう。ところでこのバンドの名前は何て言うの？ハロハローハッピーワールドよ。世界中を笑顔に。はい、今言ったことが全てです。一応紹介しておくと、ボーカルはこいつ鶴巻心、ギターはそこの王子様瀬田香織さん、ベースは同じ学校の北沢はぐみで、ドラムは松原かのんさん。かのんさんは花女の2年なんだ。で私っていうか、この熊野ミッシェルは DJ。 たくさんの役者が揃う大舞台で私は王子を演じるわけだね。なるほど、面白い。ならばその役目演じ切ってみせようじゃないか。いろんなバンドと一緒にできるの楽しそうだね。大満大満。たくさんのバンドがいるといつもよりもっと緊張しそうだけど、私も頑張ります。ってわけなんで、よろしくお願いします。みさきちゃんよろしくね。今度バンドの顔合わせと音出しする日を作るつもりだから、その時は。うーん、新しい出会いはやっぱりワクワクするわね。もっともっといろんな人を笑顔にできるのかと思うと黙ってられない。よし決めた、今からもう一度ライブするわよ。賛成。うわ、見たい見たい。ちょ、マジ今牛込さんが言ったこと聞いてた？今度顔合わせと音出しの日があるって。それじゃあ1曲目行くわよ。ドキドキするね。マリナさん何言ってるんですか。残るバンドはあと2組。来てくれるかな。すみません遅くなりました。パステルパレットです。あや先輩、かすみちゃんお疲れ様。前に言ってた事務所の話は大丈夫だったんですか。事務所の方たちも快諾してくれたの。年の近いバンドの人たちと一緒にやれるのすごく嬉しいわ。これで残るはロゼリアだけだね。来てくれるって言ってたのにな。ごめんなさい、ギリギリまで練習を入れていたので遅くなってしまったわ。はあ、よかった。いやすいません、練習してたっていうのは本当なんだけど場所が分かんなくてね。ユキナ、それはまた別の話よ。うんうん、あなたたちがロゼリアね。来てくれてありがとう。これで全員揃ったね。みんな今日は来てくれて本当にありがとう。ライブイベントについてはもう説明を受けていると思うから省略させてもらうね。私はこのライブハウスで働いている月島まりなって言います。よろしくね。よろしくお願いします。おお、なんかこんなに大勢から挨拶してもらえると嬉しいね。あ、この人もうちのスタッフだから、もし困っていることがあれば遠慮なく相談してね。まずはみんなに簡単に自己紹介してもらおうかな。じゃあかすみちゃんから。みなとゆきな、ロゼリアでボーカルをしているわ。どうぞよろしく。
早速あなたたちの実力を見せてもらうわ。実力ってどういうこと？私たちは自分たちに見合わないステージには立たない。だから今日共演するあなたたちの実力を見に来たのよ。